ウィンテンダネスは日本の競争馬、シュボバである。主なカチクラは2018年のメグロ記念。馬名の由来は冠名、優しさ、親切心。母のモエレメルシーは北海道競馬、兵庫県競馬にて3年間で24戦3勝という成績を残して引退し、引退後は繁殖品馬となった。繁殖生活初年度はサウスビグラスを 配合相手に選択したが、競争馬とはならなかった。2年目は、ワイルドラッシュ、3年目は、グラスワンダーが種付けされ、後に2頭とも競争馬として、デビューを果たしている。朝日牧場の代表は、これまで、モエルメルシーが生産した子たちは、骨がしっかりとしていると印象を持ち、瞬発力が獲得できるような種母馬を配合する、必要があると考えていた。 このことから4年目の種付け相手として2009年の天皇賞マイルチャンピオンシップを勝利したカンパニーが選ばれた。1986年の新春4歳、ヒンバステイクスを勝利した自由王サリーなどを生産した北海道新井カップ町の朝日牧場に2013年3月7日に生まれる。良い体型で動きに弾力があり、 人間に悪さをするような性格ではなかったこと、さらに怪我、病気をせず順調に朝日ファームで育成されたことから、牧場内では高評価、期待を受けたという。その後、10月7日に行われたオータムセールの搭載部門に上場。しかし、買い手がつかず売れ残り、手取りとなった。一歳となった2014年8月26日に、 行われたサマーセールの一切セリに再び上場され、345万6万六千円でコスモビューファームによって落札、購買された。その後、コスモビューファームにて調教、育成が進む中、株式会社ウィーンの所有場となり、相場開放人ウィンレーシングクラブにて、一口当たり2万7500円の全400口、総額1100万円という条件で募集される。 募集時のパンフレットには、体型、骨格ともに障害レース向き、平地では、距離の長い芝が合う、平地に限界を感じた場合は、障害レースへの、切り替える、障害競争の重症の常連になるのではと、宣伝されている。出資者によって、ウィンテンダネスと名付けられ、立党トレーニングセンター所属の日吉、正和町教師のもとに預けられる。 日吉賞は2015年7月19日、中京競馬場の新馬戦に松山公平が起場し、デビュー。単勝オッズ123.5倍の11番人気の支持で出走。レースでは、後に2017年の東京新聞杯を勝利するブラックスピネルが優勝し、その1.7秒差を離された9着に敗れた。未勝利戦に5着、4着と、 着順掲示板内を2回確保した後、福島競馬場の未勝利戦で、加藤翔太を背に勝利、4戦目で初勝利を挙げた。続いて、京都に歳ステークスで重賞に、初めて出走し11着。その後、500万円以下に出走するものの、しばらく勝利することができなかった。2016年5月8日、管理していた日吉調教師が、 京都競馬場のパドックに至る通路にて、他の馬に蹴られる事故が発生。それにより、日吉は、療養を強いられることとなった。しかし、日吉は調教師を優待を決断し、10月20日付で、日吉正和旧舎は解散することとなった。そのため、2年後に旧舎を開業する予定であった、杉山春樹が前倒しで急遽、旧日吉旧舎のスタッフを引き継いで、 翌21日に厩舎を開業。テンダネスを含む旧日吉厩舎の馬は、ほとんど、杉山厩舎に引き継がれた。ウィンテンダネスと、杉山春樹にて、菱田裕二が起乗し出走。最後の直線で、馬場の外側から差し切りを決めて2勝目を挙げた。1000万円以下への昇級初戦で2着に入るなど、前線。しかし勝利を挙げられず、再び500万円以下に高級。 前回の勝利から約11ヶ月後の2017年10月22日、新潟競馬場の浦瀬特別に、再び、菱田を安城に、勝利、3勝目を挙げ、1000万円以下へ最小級を、果たした。1000万円以下では、惨敗が続いていたが、2018年3月18日、昇級後4戦目の小巻特別で、単勝8番人気の評価ながら勝利し、 1600万円以下に昇級した。5月12日、昇級後2戦目の緑風ステークスで内田博之を背に逃げ切りが決まって、勝利、5歳春、通算28戦を要してオープンクラスに昇級した。5月27日、2歳児以来となる重賞、目黒記念に内田が続投資主走。前走日経新春杯で重賞制覇を果たしたパフォーマープロミス。 福島重賞2勝の税便と前年優勝馬で連覇を狙うフェームゲームらが出走する中、単勝オッズ17.7倍の9番人気に支持された。レースでは前走逃げの手に出たことから内田の腕が痺れるほど引っかかったという。しかし、馬群の中段内側に位置取って折り合い、好位で最後の直線を迎えた。戦闘で逃げ切りを図る傍受をめぐって、 内から、ノーブルマーズ、外から、ポポカテペトルやパフォーマープロミスと進出を目論む3頭が、バグンを形成して競り合う中、ゴール寸前でバグンの後方から、内外の3頭の間を抜け出しさを広げ、二入戦の、ノーブルマーズに4分の3馬身離して、勝利、連勝で重賞初制覇を果たした。これにより、カンパニー三区として、初めての JRA 重賞制覇、杉山町教師も、 開業3年目にして、重症発生波を達成した。加えて生産した朝日牧場は、開場35年目、3代かけて、ようやく重症化チューマンが誕生した。11月4日、ジャパンカップで GI に初めて出走。同年の貧馬3冠を達成した、アーモンドアイ、スワ、ブリチャード、佐藤のダイヤモンドなど、GI 優勝経験は6頭が出走する中、 単勝オッズ89.3倍の10番人気に押されて出走した。アーモンドアイが2分20秒6という芝2400メートルの世界レコードで優勝する中、それに遅れること1.7秒。2005年以降アルカセットが保持していた従来の日本レコードに0.2秒迫った2分22秒3という好タイムで入選したが、発着に敗れた。その後、 2000メートル以上の重傷に参戦するも上位となることができなかった。2019年11月24日、ジャパンカップに2年連続で出走を果たしたものの、優勝の巣は、ブリチャードから3.0秒離された12着に敗退した。障害転校7歳となった2020年の2月22日、ダイヤモンドステークスにて、 優勝した未来への翼に2.8秒離された10着敗退を、最後に平地競争に見切りをつけて、障害競争に転向。3月29日、阪神競馬場の障害4歳以上未勝利戦に、佐久間博士を安城に障害競争デビューを果たした。初出走ながら単勝オッズ2.8倍の一番人気に押されたが、6着に敗れた。続いて、 夏の第3回新潟競馬場開催の障害競争に向けて立冬トレーニングセンターに入級し調整が進められていた。しかし7月25日朝、半路での調整中に騎乗車を振り落として半路を頓走、旧車地区まで走り回り転倒。転倒により右前足のつなぎ人体不全断裂を発症し競争能力喪失と診断され競争場を 引退することとなった。2020年8月5日付で JRA の競争場登録を抹消し引退。生まれ故郷の北海道2カップ郡2カップ町の朝日牧場にて種ぼばとなった。以下は n e t k e i b a c o m の情報に基づく。ありがとうございます。